さあリスタート、5周目からレース再開です。51周のレース大井先頭、続いて宮田、坪井と続きます。そして入ってきます牧野ですね。牧野が順調な牧野がピットを選択しました。宮田理智が OTS 使ってきました。これ初めて使ってる形ですね。さあ迫ってきた、迫ってきた。さあサイドバイサイド、アウトサイドから宮田理智、うわこれはもう全然スピードが違う。大井も OTS を使ってきたがもう遅いか。1コーナー宮田理智トップ。